家を離れてからというもの、稲妻の様々な場所を訪れ見識を広めてきた。貧しい旅ではあったが、雨土を住みかとし万物を私有としたことは実に趣あるものであった。音楽は人の心を証明してくれる。勇気がないと心に響く曲は弾けねえし、誠意がなかったら共感は得られねえんだ。星空に対する人の好奇心は本能から来ています。この場所で全ての秘密を解き明かしたいものです。漆黒の従者オズよ、汝の目にした真実によってこの私に道を切り開け。見えざる欠損は全て幻。お嬢様は目に見えない欠陥など存在していないのと同じだとおっしゃりたいのでしょうか。アガシャ、しばらく休もうぜ。この島々で何か食べられるもんが見つかるかな。ザハール、この島の信号テストが終わったよ。機械がうまく起動できるといいけど。よし、次の島へ行こう。早く任務を終わらせて拠点に戻って休みたいよ。ザハール、無理しなくていいわ。ほら、あそこに洞窟がある。そこで少し休みましょう。アガシャ、俺なら平気だ。ただ腹が痛いだけで。いいのよ、リンゴを4つ見つけたから。具合が良くなったら食べましょう。しかし任務が。大丈夫ザハル、任務は私に任せて。あなたは上でちゃんと休むの。どうして信号テストのポイント付近にヒルチャールがこんなにいるの？お前は俺たちの中で栄誉を最も多く手に入れた人だろう。もっと真面目に任務を遂行しろ。ヤーコブ、いつになったら栄誉に気づくんだ。何度も言っただろう、栄誉が一番重要だということ。みんなを巻き込んですまなかったね。だがエフカ、君の言った栄誉なんかに僕はちっとも興味がないんだ。くそ、あいつ気象をどこに捨てやがったんだ。これ以上探してもしょうがない。ヤコブを放ってはおけないし、次の島へ行くとしよう。待った、
ヤコブはどこに？あれは何だ？一体どうなってる？ヤコブがすり抜けて、周りの光が次々と消えていった。順番は確か、白、緑、それから赤、青。行こう。